ですね。グリズリーズはあれだね、評価すごい低いよね。ちょっと恒例のパワーラウンド順位の部分をいじりましょうか。これが最新版の予想でしたが、ちょっと変えるとしたらニックスが2位かな。結局モブリーが思ってた、期待しすぎてたかもしれんっていう。でバックスが8位フィニッシュ予想なのは今日も変わらなかったですね。ナゲッツ、クリッパーズ、ナゲッツ9位かな。でもスパーズが今いいからな。ウルブズ怪しいか。2位から下げるか、ウルブズ。どうですか皆さんの予想は。あ、そうそうそう、ラプターズがね、バールジェイバレットとか戻ってきて、そう、ラプターズ結構強そうだったんよ、普通に。そう、だからラプターズは、メインの選手戻ってきてからまた再評価しようかなっていう話してて、それで言うと上げてもいいのかなって思いましたね。ネッツが落ちてくる予想でラプターズ1個上がりかな。そうそうそう、 BBQ ああそういうことね。バーベキュー組が戻ってきたら。そうだね、一番最初はブルーズファンでしたね。ブルーズ高い？ 11位で高くねって言われるの？ブルーズファンやっけ。そうやな。まあでも今ラビーンがあれだもんね、怪我だもんね。ここはワンチャンこうかな、こうするか。まあでもホーネッツもな、あんま信用ならねえんだよな。やっぱディフェンスザルすぎるだろ。今ディフェンスレーティング最下位らしいぞ、ホーネッツ。やっぱ信用ならないんだよな。結構俺10位でも評価してる方なんだけどね。本当はラプターズここに入れたいぐらいなんだけど、サンズが5位でいいのか問題ね。確かにな、サンズいいんだよな。サンズいいんですよね。な、2位サンズあるよな、ワンチャン。サンズは振れ幅大きい。全然サンズとウルブズ入れ替えても良さそうだよね。あ、みんなサンズの評価高いね。いや、そうね。俺もちょっと思ってる。うん、俺もちょっと思ってる。いやー、そうか。ウルブズ2位なさそう。うん、チョイステイかな。ウルブズ5位か。変えるとしたらウルブズなんだよな。なんか俺はマブス3位、ウォリアーズ4位はね、なんかピンとくるんだよ。でウルブズ2位かサンズ2位かは確かに、ウルブズ5位でもああそっかってなるし、そうなんだよな。まあでも信じようかな。ちょっと俺はね、今この表がさ、切り抜きとかで回ってるからさ、いろいろコメントくるんだけど、アレルヤってマジでウルブズだけずっと過大評価してるよなみたいな言われるんやけど、おい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 と、去年のことを棚に上げてねと思って、その時も言われましたよと思って、やっぱウルブズファンだから過大評価してるよなって。3位でしたけどっていうね。え、3位フィニッシュでしたけどって、過小評価しすぎてたんじゃないですかって、やっぱ気持ちがねありますから。まあでも今サンズ2位にするとさ、もう一緒なんだよな。今の順位がサンズ2位だからさ、あくまで一応これなんだろう、現状の評価というか、長い目長いスパン見て最終的にこんな感じに落ち着く予想では一応あるから、それ今のその記録を全て受け入れるんだったら、まあサンズ2位が、まあ、実際今サンズ2位だし間違いないのかなと思うけど、そう、予想感なくなっちゃうよね。そうそうそう、予想感は残しておきたいんだよな。だパワーランの方はいじっていいと思う。今度パワーランをあれするか。それで言うとサンズの方が上か、パワーランは。他に書いてないチームまだあと9チームぐらい、8チームぐらいあるのか。バックスか。バックスどこだろう、この辺低すぎ。バックス今20位ぐらい、パワーラン。もうそんなもんか。ペリカンズ、バックスとペリカンズってどっちの方が上なの。ペリカンズの方が上な気すんだよな。西場全部書いた。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14。あれ、あと1チームどこ。キングス書いてるでしょ。ん、あと1チームどこだ。ロケッツか、ロケッツか。そうだ、東あと3チーム。ラプターズか、ホークスか、で、あとホーネツか。こんな感じ。そうね、ペイサーズ結構低いって言われるけど、そうだね、まあ、セルティックスに勝ってるしな。でも毎回セルティックスキラーだからさ、セルティックスにやたら強いんだよな、ペイサーズって。パーラン、ウォリアーズ上で順位予想マブス上なのなんでですか。うん、まあ、ウォリアーズの方が怪我で順位が変動する可能性大きいなっていう。
マブスの方が安定してる気がする。安定して80点90点の点数を出せる。ウォリアーズは100点の試合はマブスより多いけど、という意味でパーランで言うとカリーが揃ってる時のウォリアーズの方が上な気がするけどっていう。そう、ドンチッチが強いからな、やっぱ。あとクレイ・トンプソンもどうなんだろう。クレイって怪我、なんかちっちゃな怪我あんましないんだっけ、クレイは。でっかい怪我を2回しただけで。今日のコーチランキング特になしか。スティーブ・カー入れましょうか。レイカーズちょっとずつ疲れてきてる。早えな疲れんの早えな、レイカーズ。ヘッドコーチと一緒にチーム名書いてくれると分かりやすいです。甘えるな、覚えるんや。あれやぞ、あの英語を本当に真面目に覚えたいんだったら、英語のやっぱあの邦楽、邦楽じゃねえや、邦画を見る方がいいですね。邦画じゃねえわ、洋楽、洋楽じゃねえわ、洋画。俺一体何を言ってんのか。で、洋画を見るときにあのテロップをね入れると思うんですけど、字幕を、字幕を日本語にせずに字幕も英語にして英語を聞くのが一番覚えが早いということで、ヘッドコーチの名前だけで覚えるようにしましょう。甘えるなって言いながらシンプルにめんどくさいっていう、すいません。ディグノートは OKC のヘッドコーチです。クリス・フィンチはウルブズのヘッドコーチ。 JJ レリックはレイカーズ。スティーブ・カーはウォリアーズ。ジェイソン・キッドはマブス。マズーラはセルティックス。あとキンソンはキャブス。シポドはニックス。ドック・リバースはバックスでございます。今一番知名度低いコーチ、あー誰なんだろう。チャールズ・リーとか、ユースケさんとかぶっちゃったじゃねえかよ。ホーネッツのヘッドコーチがチャールズ・リーだったかな。ビリー・ドノバンは辞めて大学のヘッドになったんじゃなかったっけ。あー、まあブーデンホルツァーはそうやね、4番目ぐらいでいいのかな、ね、サンズ指揮して素晴らしい活躍今してますしね。そうやね、ブーデンホルツァーか。今そうか、サンズのヘッドやってんだった。まあでもなんかな、別にボーゲルもダメじゃなかったと思うんだよ。ただただ本当ポイントガードがいなかったボーゲルと、ポイントガードいる状態でヘッドできてるブーデンホルツァーって感じするから。あれ、ビニードの前やめなかったっけ。プレシーズン体調悪くてずる休みしてたの。体調悪いならずる休みじゃないだろ。ブラック企業の社長さんが、貴様すいません。30熱測ったら今 37.6 度なんで、今日仕事休ませてもらいます。あ、 37.6 なのね、じゃあ来れるねって。ゾッとするよな。えって、社会通念上37度超えたらそれは熱なんですが、みたいな。7.6 ってことは来れるやん。すごい時代ですよ。ポポビッチをどこに入れるかなんだよな。まあでも今年のポポビッチはちょっと評価低いかな。なぜならクリス・ポール入れてしまってるから。やっぱ育成をクリス・ポールに全部放り投げてるからな、コート上での。そこなんだよな、ポポビッチあんま高くねえんだよな。あ、スポールストラね。スポールストラさんね。スポちゃん悩ましいな。なぜか一度もコーチオブザイヤー取れないで有名なスポールストラさんね。あ、ウドかね。いや、俺はね、これ、一気にやるつもりないのよ。なぜなら、話す内容がなくなってしまうから。ちょっとずつ、まだまだシーズンは長いですから、ちょっとずつ埋めていきましょうや。スポールストラもね、ヘッドコーチとして、まあもちろん優秀なんだろうけど、あまりにもシーズン中結果出てなさすぎて難しい評価が。あとオフェンスのあのチグハグ感、いつまで続けるんだって思ってしまう。だからスポールストラのオフェンスは俺はあんまり好きじゃない。